こんにちは、ケイです。ギーコちゃんです。もやちゃんです。マスちゃんです。4人揃ってギコちゃんです。なんでだよ、めちゃくちゃだよ。そこ拾ってくれよ。もう一人ね、自己紹介したい人がここに。はい、ジャジャンです。イエーイ、ジャジャン来ました。揃ってます。すごくないですか、このメンバーで。うちのね、メインエンジャー今映画見に行ってます。本当だよね。いやー、4D って言ってましたもんね。こんなね、楽しい時があるのに映画見に行ってます。いいなー。本当に。なので、ちょっと今日は僕がこの皆様とですね、モンストの究極やりたいと思います。行きましょう、はい、いけいけいけ、お前らいけいけいけ。俺だー、なんか酔ってる。さっきまであんなに真面目な話してたのに。ゴー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 。なんか皆さん強すぎるんで、なんかいろいろと考えてくださって、はい、私とギコちゃんは、はい、星子のキャラで行こうと思います。僕らは完全に遊んでます。はい、僕はでも本気。そう、でも初めてのノーコンかかってますから。私究極の遊びに本気だから。僕は遊ばず普通に食いバターで、はい、あの運極なんで集めたいなと思って。はい、でもね、ただね、レベル65に対してちょっとクレームを出したいから。確かに。ケイさんレベル65ちょっと頑張ろうよ。一応ですね、ポンコツ売りにしてるチャンネルなんで、ここは言っていただいて構わないんですよね。65もちょっとポンコツだな。極みの方々に申し訳ないですけど、まあ、もうマジポンコツだわ。ポンコツだわ。拾いますね、そこ。あ、ありがとうございます。これじゃあスタートするんですか。はい、あ、もうそこからですよ。はい、さあ行きましょう。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。なんかこういい声が出てると、僕もういい声で行かなきゃいけないのかなっていう気分になっちゃうくらい。いやいやいや、みんなでやりましょう。人にはね、得意不得意があるんでね。そうですよ。渋い声もですね。何言ってるか分かんない。いきなりなんか強そうですよ。そうですね、これ頑張ってください。かわいい。大丈夫大丈夫、かわいいから。にゃってやってるから大丈夫。かわいい。思い伝えれば大丈夫。あ、わかりました。じゃあとりあえず思い伝えます。あ、いい思い。いい思い。すごい、普通にうまい。普通にうまかったね。今いい勝負だね。これしか僕は。これあれですね、しかしちょっとこれ大丈夫かなっていう。ダメージはそうじゃない。ダメージが少ないですよね。少ない、少ない、ちょっとね。そして僕ら HP が68000という。これは少ないんですか。68000。68000は勝てない。実を言うと少ない。相当少ないです。相当少ないんですね。紛れもなく少ない。申し訳ないですね。まあでも65レベル。まあでもね、こちらにモンストのクロートさんがいらっしゃいますからね。プロですから、僕からしたらプロの方なんですから。まあ勝ちにいきますね。はい、負けるなんてことはないと思いますよ。負けたらの、まあ負けるなにこの圧力。圧力、怖い。最高。おお、うまいな。グッチョグッチョグッチョ。ケイさんうまい。自分で出たって、うまいことするの。何やってたんですか。上の2体全部倒したよ。そうやって人のことを褒めてあげると性格がよく見えるから。それだ、俺足りない。そうだよ、俺は足りないやつ。どういうことですか。おぉ、うまい。何もやってんねん。おぉっていうことだね。さあ、性格悪い YouTuber だ。人のこと褒めない。それで売りにしてるんですね。売りにしてない、なっちゃったの。自動、自動システム。いいんだ、俺どうせ性格悪い。いや、そんなそんなことないですよ。ほんとはすごいし、めちゃくちゃいい人ですよ。いや、全然ですよ。えい、全然ですよ。でも、あの裏でうちの相方、僕のこと完全にディスってますからね。そうですね。でも裏ではすっごいいい人なんですよ。皆さん勘違いしないでください。それはちょっとマイナスだ。それはマイナスだ。作ってんのバラバラじゃないの。ほんとすごい作ってますから。悪く悪くやるようにね、こうやってますからね。あ、ボイパもできるぞ。スクラッチしかできない。スクラッチだけできる。あ、直動しなかった。闇玉やった。これ待って、難しいな。これ一面のこの黒の仕方すごいね。すごい。まだ取らないよ。まあでも SS も溜まってるよね。そうね。あ、確かに。ギルロックの SS だともう10ターンまで削れてるからね。そうね。だいぶだいぶもう。あ、危ねえ。危ない危ない。俺初めてこいつのメテオ見た。見た。メテオ撃つんだ。初めて見てみた。知らなかった。そうそう、見ることがないメテオ。そうなんですね。びっくりした。メテオ撃つ。これは今すごい時間かかってるんですか。めっちゃかかってる。めっちゃかかってる。びっくりなくらいかかってますね。びっくりぐらいかかってる。
まあでもまあまあまあ楽しんでいきましょうよ。じゃあ行きましょう行きましょう。むしろ楽しいかもしれない、うん、これがね。てかね、バステテのねミシン、え、どうしたそれ。綺麗な横顔したね。ストライクショットダメなかったですよね。ポンコポンコツ TV ですね、これは。ポンコツですね。ポンコツなんだよ、もう。よし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 、何やって。まだ第一ステージクリアですからね。第二の苦労をしといて。長いですか、長いですか。あ、いいね、ナイスカーメン。カメステージ、カメステ。これカメでやられるなんてことないですよね。はい、カメって絶対出るんですか、こういうの。いや絶対でもない。ラッキー、日頃の行いかな、うん、なるほど、ね、大体。じゃあ行いが良かったら、そう、行い良かったらね。やっぱりね、普段動画以外はすごいいい人ですもんね。俺のオフライに出たわけじゃん。そういうことですよね。違う違う違う、こっちを信じてる。あー、そっか、待って本当すごいいい人ですからね。だからこう神が出る。まあ、すよさん、私の方向性を失うからよくない。僕は全然何も考えてないです。ちょっと本当のこと言っただけで。そうなんですよ、本当はいい人なんですけどね、伝わらない。てか、ひげ生えてるし、なんか声低いし、威圧感あるから。コンタクトにしてありますか、コンタクト。うち、たまにないの、たまにカッコつけない。たまに、そう、たまにって。たまにカッコつけない。たまにカッコつけない。違う、あれね、あれはね、なぜコンタクトにするかっていうと、自分の顔に飽きたから。ね、もやさんの日頃の行いをすごい良すぎるね。カメさんとカメを買ってくれたよ。俺の日頃の行い良すぎる。良すぎますね。2レンズのカメは普通はあんまないです。あんまない。なかなかないっすね。相当日頃の行いを65レベルだから優しくしてくれてるんですけど。多分ね。本当はいい人だから、すごいいいステージばかり用意してあげるよっていう、そういうことですね。疲れますね、本当に。僕でした。マジか。何ですか、声低く。悪く見せようと。悪く見せようと必死。やばい、俺じゃん、方向性が。すげえ残念。やばいやばい、残念だと思う。まあまあね、確かにね、たかしの仕打ちはね、ひどいもんだと思うよ。いやいやいや、あれやっぱりね、普段普通の方やっていただけないんで。そうなんですか。ありがたいね。あいつは多分そうなんだ。あれで動画回ってれば。待ってましたっけ。あれはツイキャスだった。あ、ツイキャスでよかったんじゃないですかね。嬉しい、喜んじゃった。ド M だな、あいつら。ド M だな、もう、なりふりかまず拾いたがるんですよ、いろんなもの。たかしくんのチャンネルではあるけども、たかしくんの悪口を言ってる。すごいですね、それ。ロック、ロックっすね。メインのディスク。でもこんなこと言ってるけど、いい人ですよ、あの、この人も。俺が。あれ、待って。ケイさんも潰しにかかりますか。もういい人系 YouTuber にしましょうよ。いや、そんなことないです。アリ見たら潰すもん。アリは触れる。アリだけ唯一触れる虫。アリ以外は無理。アリ以外は無理なんですね。もうほんとダンゴムシとか見つけたらね、ほんとテコピンで飛ばしちゃう。ああ、だ、SS しようか。ああ、そうね。ああ、匂いしてみんな。何をしてるんだ。何を振るんだ。SS ってどうやって打つんですか。僕が打てないです。SS は。SS の。SS は気合いの根性の愛だ。まだ打たない。まだ打たない。まだ愛は食べてこ。つかダメージ。おい。マッチ。今ね、出る気がしたわ。マジ。おい。マッチした。すげえ。ちょうどいいところへんだ。ちょっと。もしかしてチ。そうそう。チじゃない。あ、でもあとサソリだけ。もうサソリめんどくさいな。でもホーミングですよね。コチュがホーミング。カントホーミングだ。そうだ。役に立つな。意外とやるんだ。コチュなん。ってキャラクター僕正直本当知らなかったです。育ててる人はいないから。あのちなみに僕はこれを使って3体使って不動明に挑んでボコボコにされました。そうそうそう。あ、これ SS 使う。あ、触れるから。触りやすいね。ああ。いっちゃっていいんじゃないかな。大丈夫。触れるとみんなの攻撃力が大アップ。これ相当アップしますよね、確かね。1.8 倍。強え。やばいっすよ。何だな。3回転。おお。1キャラ3回転。すごい。そういう。ごめんなさい、なんていうんですか、こういうパワーアップっていうのはエンハンスブーストか。あ、モンストではブーストそうですね。エンハンスとかはい。一時期なんかディルロっての時代みたいなのがありましたね。ありましたね。ありました。いや、でも今も変わらずやっぱ強い。やっぱ強いっす。モンストの必殺技の速くなるやつしか知らなかったんです。ああ、あれだけだと思った。多分あれですね、進化させてないんすね。進化させてないやつ特有だよ。必殺技それしかないのかなって。重力バリアでかっ。でかいでもね、でかいとね、あの中だけで動けるんで楽なんですよ。小さい方がやっ
このでかいのは逆に優しいね。だって見てわかるじゃん、優しさの顔してるし。確かにちょっと好きすぎたのはキャラクターが好きだけど、マスキコはね、出た当初ね、俺超好きだった。本当に可愛くない？可愛くない、ね、このキャラクター強いんですか、結構したら。ね、そこそこ、あ、うん、強いんですね。今は技使ってますか、まだですか。まだいらない、まだ、うん、普通に。じゃあ、こっち行こう。ステップ自体はどこで使えるの？妖精キラー持っててダメージオールだね。ああ、確か、イザラギでも使えるみたいな話もある。ほうほうほう、あ、なんだっけ、なんだ、ほら、あ、出てこない。あ、ジャックかな。ジャックで確か使える。ジャックランタン、ジャックランタン、そう、ジャックで使ったら、いや、間違えてたらごめんなさい、間違えてる可能性は、ジャックランタンです。なかなかね、降臨のキャラクターのみで、あの、なんですか、挑むことはないですからね。わかんないですよね。うん、いろんなものを使って、ちょっとやめなさい、あの、ちょっと、いろんなの、ちょっと、ちょっと、ちょっと、今のはまずいですか、発電的には。まずい、ピーババー、もうこれノーカット、ノーカット配信、ノーカット配信。マスオさんが困ったね。いやこれどこまで広げるんだろう。そう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 、まだまだ。いや、もっと広げんのかなと思って、こう、傍観してます、僕は。じゃあ、これ縦勘しちゃおうかな。ストライクショットもいいかもしれないですけど。お、そうそう、パワーアップ中ですよね。パワーアップ中だから SS 使っちゃっていいか。あ、すみません、使わなくてもよかったかも。よかったかも。まあ、倒せればね。倒せればもう何事もする。そうそうそう、これも使ったらいい。これコーチューのストライクショットって何ですかね。レーザーホーム、レーザーホーム、いいんじゃないですか、これ。使いますからね、パワーアップしてるし、パワーアップしてるから。ホーミングがね、サソリに吸い込まれると痛い。確かに。おー、すげえすげえ、吸い込まれなかった。この後の中、あのダメージオールが出てくるのが怖いっすね。確かに。あれ、あー、怖いぞ。よりによってティルロッテの時に、マジでか。あれ、これ壁やばいやつですよね、これ。壁やばい、やばいっすね、これ。え、でもね、そんなダメージ食らったっけ。いや、食らうな、確かな。そんなね、結構食らった。何せ HP が68000。ちょっとごめんなさい、これはステイします。おお、ステイ選択。そうね、そう、ステイも低いし、ちょっと多分ね、痛いと思う。待つっていうパターン、ステイします。すごいすごい。俺ね、ステイするの超嫌いなの。あ、ね、ポリシーがあるんですか、それ。そう、ある。ステイは超嫌い。僕も待ってればいいですか。ダメだ、ダメだ、やれやれよ、お前バカ野郎、バカ野郎、お前それやつ、お前バカ野郎。たけしさん。あれ、あ、あ、狙い、これは間違えた。まあケースバイケース。またダメ用が。あ、でもこれ縦替えいけますね。これいきますね。これでいきましょう。切り板しなければ倒した後も大丈夫なように、こう。おお、すごい。おお、うまい。全然届かなかった。すげえ、うまい。ちゃんと考えられて、ありがとうございます。褒めていただいてありがとうございます。よかったぞ。嬉しい。お、いいね。やっぱスピクリは無理だな。スピクリは厳しいですね。スピクリは無理だ。おっと、うわうわうわ、また俺も。あ、でもこれはね、下打てばね、下打てば一回ワンチューってサソリちょっと真ん中目に当てれば当たり判定。ほら、すごい絶妙。これプロですね。で、僕も待ってます。ダメだ、待つの好きだな。鼻で、なんで、あれですね、ボケ系なんすね。そんなのない、そんなのない。キャラクター設定、普通の人なんだね。ただの普通の人なんだ。大変じゃない、結構ツッコミ結構いないような感じだった。そうですね、普段たかしがね、やるんだ、それをね。僕が適当に拾い役、適当に拾い役、拾いまくる。ひどい言われようっすね。これどうしよう。どっちかというとボケの方ばっかりですね。なるほどね。ちょっと悩んでおります。サソリはまあ、ボス狙いでいきましょうか、ガンガン。そうっすね、ハートを取らないで一戦みたいな。いい、よしよし、ボーミング出て削れた、いい感じ。え、もうこれ最後ですか。そうっす、最後。ハートは取らずにキープ、いい。グッグッジョ、グッジョ、ハートは取らずにグッジョ、グッジョ。ハートはちっちゃい、左手のちっちゃいのだけど。あ、ごめん、離れた、離れた。そしてビルロッテがもうたまりますね、これ。そう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 、ビルロッテ、ビルロッテもね、我慢したいな。やばい、爆弾がいっぱい来た。あ、でも効かないから大丈夫、大丈夫。僕どうしたいですか、これ。ねー、もうハート取る。ハートがめちゃくちゃありますね。ね、上のハートだけはキープ。あ、上は取らない。じゃあこちら辺いきますね。ここら辺、そこら辺いきます。
っとくから持ってるよ。左目のロボットだけ入ってきて、あ、こいつはぶっ倒すんだけどね。ハードルを確保しないと取りに行けなくなっちゃう。なるほど、そこまで考えるんだ。やっぱちゃんと考えられてるわけですね。じゃあちょっと狙えるかな。いや厳しいか、ちょっと狙ってみ。まだ取んなくても大丈夫ですね。じゃあ、だから怖いけどね、やっぱいきなりピンチするからね。ちょっとベイキツサソリ、あーサソリ倒せなかった。オーマイクまだいける。オーマイクッドネス、まだいける。あー剣取って横貫する。危ない、剣取って横貫だと、まあでもそんな、でもディルロって次バルロック食らっちゃいますよね。ディルロックはハートを取りに行きながら SS を当てたいから、縦貫で左寄りで全員集まりつつって感じかな。マインスイープしなくていいですか。上の方がいいか、下に落ちたらいい。いや、上っちゃう。あ、お痛恨のタイムオーバーステイしちゃった。ありがとうございます。全然時間見てなかった。走行ステイ、あるあるある。これ僕生放送でやってやばいことになりました。あむずいね、これはもうプロにかかってますから。ここ腕の見せ所ですよね。プロですから。ハードル上げていいのかっていう。時間危なかった、ごめん。いやーミスったな。いいですよいいですよいいですよ。素晴らしい。やす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 、2体当てれれば捨てられたよ。行こうと思ったんだけど、いや、ゴーチューだったらクリバタパープさせるのが強いなと思って。これはもう必殺技ですか。まずですか、必殺技使わない。自分で考えろ。少しは自分で考えろ。あ、でもいいじゃん。いい、あ、素晴らしい。いい、イエス、いいね。うん、そうそう、メテオが降ってくるじゃないのこれ。あれ、それまずいですか。まずい予感が。あれ、やばい。まだ大丈夫。でもあれかな、点滅してないから、そんなに即死、即死ではないんだよ、うん、大ダメージではないんだ。そうなんですね。じゃあちょっと縦感気味でサソリも倒しつつ、あーまたいい。おー、ちょっとよし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 、おすごいすごい。あ、いってバカでした。おー、いってーいって、ハート大きくなるから。ハートが割りづらいけど取りに行くよ。重力バリアですね。俺取れるんすか。リカちゃんならできる。いける。すごい。よっしゃっす。おー、すげー、素晴らしい、素晴らしい。すげえ。さらに爆弾もいっぱい拾ってくれちゃって。お、拾ったよ。あ、拾ったか。結構拾った。ナイスイッパーで。お、回復が出ましたね。これは。これは取るでしょ。もう取んないと。取っちゃわないと。取った上に右腕倒せたら。すごい接戦ね。お、素晴らしい。接戦。いい感じの接戦。面白いねこれ。いい感じの接戦になる。よっしゃ。ここ。あ、もうこれね、ぐるっと待って、SS 打てるなー、多分。打てますね、これ。いや、ちょっと何言ってるかは全然わかんないですけど。下に当てて、下に当てて、こうやって、こう。あ、弱点を狙えばいいですね。 SS で、はい、はい、あっさりですね、あっさりいきましたね。おー、当てた、当てた、うまいよ、うまいよ、めちゃくちゃうまい。うまいよ、うまいよ。これもまた、ストライク、ちょっと使っちゃいます。いきますね、右当てで、いきますね、いける、いっちゃいます、いっちゃいます。何が起きてるんですか、いけ、おらさあ、ここ耐えれば。お、これはいける。勝ちました。イエーイ。やった。よー。おー、すげー。イエーイ。すげー。すげー。やったね。めちゃくちゃ面白い戦いでしたね、これ。本当に。すごい、勝っちゃった。初めてだ。早かった。初めて成功しました。いやー、よかった。いやー、やった。素晴らしい。しかも、いっぱい落ちるんだ、これ。落ちるね、意外に。すごいすごいすごい、いっぱい落ちた。オッケーオッケー、落ちますね。うわ、アイパースカちゃんやったぜ。この紫のでっかい人は何ですか。鼻くそです。めっちゃ、どう使うんですか。ツッチのほくろ。いや、俺に向かってんのやめてください。小さい声で。オーブもいっぱい出るんですよ。顔合わせボーナスあるじゃないですか。おぉ、全員。あ、じゃあもうマッシャビ、マッシャビ、シングルマッシャビ。ガチャやってみてるんですか。いますか。え、今行くんですか。え、今だってダル、ニャンニャン出るんだよ。ダルタニャンか。一回だけ、じゃあ一回だけやりましょう。お、来た。これでダルタニャン引いたら神だ。ね、やばいっすね。持ってる男。ガチャ。本当に出ないらしいから。え、本当に出ない。今日100人引きました。出ませんでした。シングルガチャですか。めっちゃ出ないらしい。え、やります一回。はい。します。はい。頑張れ。ガチャ。出たりして。呪いよくなるね。ダルタニャン。はい、レオニーダルスの呪い。レオニーダルス。ヤディア。レオニーダルス。ヤディア。あはー、キルケー。キルケーだ。キルケーはね、アシュラで使えるね。うん、そう。これ強いんすか。結構悪くはない。悪くないおー。豚が本体って言われてるからね。そっち。実は豚が本体。このダルニャンさんが当たり。それ当たり。
当たり、何が当たりかっていうと、はい、まあ、ビジュアル、うん、見た目だけだ。あ、見た目ですか。見た目がちょっとなんだよね。あ、そこ狙い。いや、めっちゃ可愛い。そうなんすか。見たりはまあ、マジで可愛い。当たんなかった、当たんなかった。100回引いたけど、100回引いても当たんないんですか。今日111連したんですけどね、当たんなかったっすよ。マジ、ね、しょうがないっすよ。大変だ。運ですかね、人のね。そうっすね、コボのね。それは最近でも引きすぎてたもんね、逆にね。そう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 、引きすぎてた。ちょっとここらでちょっと爆死してもらわないと。そうね。ちょっと待って。はい、じゃあ、終わりにしたいと思います。わかりました。じゃあ、ちょっと締めをお願いしてもらって。締めを、はい、締めをですか。意外と振られると何もできない。自由にしてたいね。あ、自由にしてたね。そう、リグちゃん。じゃあ、ちょっとパンツ出してもらって。俺パンツ出してもらって。パクリやそれ。いやー、ポンコツチャンネルだからね、ほんといいポンコツっぷりも、はいはい、あ、最後だけね、ちょっとね、ナイス SS だったね。ナイス SS だったね。ポンコツは名乗れないよね。びっくりしたね、あれはね。と思ったんですけども、まあ無事にクリアできて、はい、いくらできなかったんですけど、よかったなと。ありがとうございます。外人くんモンストカスタムでした。ありがとうございます。はい、はい、性格悪い系 YouTuber のもやでした。ありがとうございました。あ、僕も悪い人は見せかけです。あの、ポンコツも見せかけです。本当はできる人、本当はいい人。はい、マスオでした。はい、外人はリアル。リアルで。バイバイ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 。